この項目では、ウィリアム・シェイクスピア議局の初期のテキストについて解説する。シェイクスピアの初期のテキストは、16世紀から17世紀にかけて、4折版と2折版さらに8折版の形態で出版された。2折版は4折版のざっと倍のサイズで、分量も扱った。4折版は9で表され、最初に出版されたものを9、1。 カバンを重ねるごとに二折り版と八折り版も同様で、それぞれ F1、F2、F3、O1、O2、03と表記される。この中で最も信頼されるテキストとされるのが、1623年に出版された最初の二折り版いわゆるファーストホリオである。ロミオとジュリエットの91、 ファーストフォリオに収められている36本の擬曲のうち18本はその前に個別に出版されていた。ファーストフォリオには収められていないペリクリーズと二人の貴公子も二折り版、具体的にはそれぞれサードフォリオとボーモントフレッチャーセカンドフォリオに収められる前に個別に出版されている。それらはすべて四折り版で唯一ヘンリー六世。 第3部の最初の版である、ザットルートラジェディオブ・リチャード・デューク・オブ・ヨークだけが8折り版だった。年代順に列挙すると、次のようになる。このうち、ヘンリー5世、93、リアウォー、92、ベニスの商人、92、ウィンザーの陽気な女房たち92、夏の夜の夢92、ペリクリーズ94、ヘンリー6世、第2部、93、ヘンリー6世、第3部、 Q3 は作者の貴族や日付などに誤りの多い、さらに著作権的にも問題のある、いわゆるフォールスフォリオと呼ばれる一冊の本に収められていたものである。書子学者アルフレッド・ W ・ポラードはこのうち4つの Q1 を悪い四折版と呼び、後にピーター・アレキサンダーがヘンリー六世第2部と第3部をそれに加えた。また、 1923年に、ファーストホリオが出版された後でも、ヘンリー4世第一部や、ペリクリーズの4折り版が版を重ねていた。ビーナスとアドーニスの9一、最初に出版された、シェイクスピアの本シェイクスピアの詩も4折り版や8折り版で、出版された。戯曲の4折り版と違って、シェイクスピアの物語詩の4折り版の印刷は、しっかりしている。 シェイクスピアを最初に印刷、出版したリチャード・フィールドは、ストラトフォード・アポン、エイボンの人で、おそらく、シェイクスピアの友人で、さらに二つの素晴らしいテキストを出版した。ベン・ジョンソンが、その出版について言及していることから、シェイクスピアはこの二つの詩の出版に直接関与したのかもしれないが、戯曲の出版に関しては明らかではない。ジョン・ベンソンは年に、 シェイクスピアの詩集を編、出版した。詩は18世紀になるまで擬曲集に加えられなかった。なお、物議を醸した寄せ集めの情熱の巡礼者は、ウィリアム・ジャガードによって八折り版でのみ出版された。二折り版は高価で権威があった。シェイクスピアの存命中には一般に、擬曲は文学ほど立派なものではなく、二折り版で出版する価値はないと考えられていて、 シェイクスピアが生きていた間に出版された戯曲はすべて4折版だった。シェイクスピアが亡くなる1616 16年までに2折版で戯曲を出版したのは監修に反対したベン・ジョンソンくらいだった。ファーストホリオの表紙シェイクスピアが亡くなってから7年後の1623年、やっとシェイクスピアの2折版が出版された。ミスター・ウィリアム・シェイクスピア・ S ・コマです。 ヒストリーズトラジェリーズ、いわゆる、ファーストフォリオである。ファーストフォリオを編集したのは、シェイクスピアの劇団の役者だったジョン・ヘミングスとヘンリー・コンゼルで36本の儀曲を、喜劇、歴史劇、悲劇に整理している。具体的には、以下の作品が含まれる。喜劇、歴史劇、悲劇、ファーストフォリオが4折版より完全と言い難いのは、4折版に、 あった行が省略されていたり、語色、テキストの崩れが多いためである。ファーストフォリオを出版したのは、書籍出版賞のウィリアム・ジャガード、その子、アイザック、エドワード・ブラウンとの3人だった。ジャガードは印刷屋で、実際にファーストフォリオを印刷した。ウィリアム・ジャガードが選ばれたことに、多くの研究者たちが首をかしげている。というのも、これまでシェイクスピアの聖典、 外見問題に、ジャガードが関わっていたからで、例えば、情熱の巡礼者や、前述した、フォールスフォリオを出版したのがジャガードだった。おそらく、単に印刷するために必要だったのだろう。ちなみに、ジャガードはこの時、老齢で、目も見えず、体も弱っていて、ファーストフォリアが完成する1ヶ月前に亡くなっている。ファーストフォリオは17世紀の間に3度再販された。 セカンドフォリオは1632年に出版された。アイザック・ジャガードは1627年に亡くなり、残ったエドワード・ブラウンとは1630年に、権利を E.N., ロバート・アラット二乗とした。セカンド・フォリオはアラット、ウィリアム・アスプレイ、リチャード・ホーキンス、リチャード・マイン、ジョン・スメジックによって出版され、トマス・コーツが印刷した。 サードホリオは1663年に出版された。出版社は E.N. フィリップ・チェツインド。チェツインドはアラットの未亡人と再婚して権利を獲得していた。サードホリオの第2冊では新たに7つの戯曲が追加された。ベリクリーズを除く6作品はシェイクスピアの戯曲とはみなされないことが多い。なお、サードホリオは F2 や F4 と比べて現存しているものが少ないのは、おそらく在庫が1666年のロンドン大火で消失したからであろう。ホースポリオは1685年に出版された。F3 と同じ43の儀曲が含まれている。出版社は、R. ベントリー、E. ブルースター、R. チスウェル、ヘンリー・ヘリンガム。このうち、ブルースター、チスウェル、 ヘリンガムは1692年のベン・ジョンソンのサード・フォリオを出版した6人評議会のメンバーで、さらにヘリンガムは1679年のバーモントフレッチャー・セカンド・フォリオを出版した3人の書籍出版賞の1人である。ホース・フォリオは18世紀の一連のシェイクスピアの戯曲本のベースに使われた。ニコラス・ローはホース・フォリオのテキストを 自身の1709年版の基礎にし、アレキサンダー・ポープや、ルイス・シオボルドといった、囲碁の編者たちは、ローのテキストを肯定して、自分たちの版を作った。ありがとうございます。